フニャディラー・スローは、ハンガリーの貴族、政治指導者。フニャディラー・スローは、フニャディアーノ氏とその妻シラージ・エルジェーベトとの間に、長男として生まれた。10歳年下の弟マーチャー氏は、後に、ハンガリー王に選出されている。フニャディは、非常に若い頃から、父の遠征に参加していた。1448年のの戦いの後では、 父のために一時人質として、セルビア先生校、ジュラジ・ブランコビチのもとに預けられている。1452年、フニャディは、ハンガリー王ラディスラウス・ポストゥムスを連れ戻すためウィーンに、赴いた代表団に加わった。1453年には、彼は、クロアチアとダルマチアの番に認じられた。1455年のブダで開催された議会では、フニャディは、 セリエハクウルリクニセイやガライケをはじめとする、ハンフニャディ派の貴族たちの球団を受けて、すべての官職を辞することになった。しかし間もなく両陣営の朝廷が成立し、フニャディは、ガライラ・アースローの娘マーリアと婚約した。1456年に、フニャディアーノ氏が死ぬと、代わって王国軍総司令官の職を得て、実権を握った、セリエハクウルリクニセイは、父フニャディが、 国庫から借り出して、未払いのままになっているという借金の返済を、ラースローに迫った。しかし1456年10月に、二区で開かれた議会で、ラースローは立派な弁明を行って、窮地を切り抜けた。ウルリク二世は、ラースローとの和解を装い、フニャディ家に委ねられていた、国王所有の城のすべてを明け渡せば、一家を庇越してやると約束した。最初にけ渡されたのは、 ラースローが司令官を務めるナーンドルフェヘルバールだった。しかし、ゼリエーハクと国王、ラディスラウスは示し合わせて、ラースローを自分たちの軍隊から追い出してしまった。1456年11月9日、ゼリエーハクはフニャディ家の家人に不可解な状況下で暗殺された。保護者を殺されて怯え切った少年王ラディスラウスは、フニャディとその母。 LJ ベト及び出して、テメシュバールで会見を行い、フニャディ一家を庇護すると約束した。国王は約束の証として、フニャディに財務長官及び王国軍総司令官の地位を与えた。フニャディは何の疑いも抱かずに国王に随行して、ブダに赴いたが、この町に到着した途端、ラディスラウスに対して、謀反を企んだとして逮捕され、 何の法的手続きもないまま死刑を宣告され、1457年3月16日に斬首された。24歳だった。19世紀ハンガリーの作曲家エルケル・フェレンツは、フニャディの悲劇を題材にしたオペラ、フニャディラースローを制作している。ありがとうございます。